はい、どうもどうもどうもロケンロー、ロケンロー、今夜もしびれ切らしちゃう、始まりました。イエーイ、よろしく。イエーイ、キリちゃん、キリちゃん、はい始まりましたね。あ、ミッツじゃん。あ、どうも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 っす。ええ、あれ今日は紅じゃないんだね。あ、今日はあ、え、紅、あ、でもあれですよ、 XJAPAN です。ああ、はい、そうそうそう、だんだん YOSHIKI に近づいてきてる。そうですね、はい、本当ですか。はい、いや、すごい、はあ、紅だ。ああそんくらい言わないとね、やっぱ X ね、はい、X です。今日だから90年代をおぼろげな記憶をたどって、たどってちょっと、はい、考察してみようかな、はい、90年代の魅力を、みたいな、魅力を、ま、魅力たっぷり、全くもって打ち合わせしないから、はい、思い出しながらそうっすね、あれもあったこれもあったみたいな感じで、はいはい、やっていノー打ち合わせ行こうか、はい、ね、 X、 今の X の話だと、はい、あのね、まあ、90年代、はい、俺が聞いてたのはもうラスティーネイルとかって出てた頃で、新しい頃です。もう髪の毛立ってない頃なんだけど、はいはい、こういう感じの、そうそうそう、小学生の時に、はい、もうあまりにも YOSHIKI に影響を受けすぎて、うん、音楽の時間に木琴をもう X のことをもうぶっ壊すぐらいの勢いで、うわー、ランダしてたら木琴、そう、校長室に連れていかれてみたいな。あ、で校長室で散々怒られて、はい、で教室戻れって言われたんだけど、はい、教室戻る時もすげえもう YOSHIKI が入っちゃってて、あ、はい、もう YOSHIKI がね、はい、あのライブでもうドラムぶっ壊して起き上がってこうよたよた歩きでこう都市の元に行くみたいな時の、あの歩き方で俺教室相当もう YOSHIKI がもう憑依してたのもあったんだよね。はあ、3つも X とかって、ね、X はもう、いやでもなんかやってんなっていうのは知ってたんですよね、うん、その当時、うん、はい、で一番なんか自分知ってるのはあのなんか赤毛の人、ヒデさんでしょ、うん、あの人が死んだ時のニュースはすごい覚えてるですね、うんうんうん、やたらやってて、ヒデね、やってて、はい、あの3つに前見せたよな、あの、あ、そう、今思い出した、ちょっと90年代だと、はい、まあその X のね、はい、ヒデが X に加入して初めて X でライブするした時があるんだけど、それ元気が出るテレビっていうビートたけしの、はいはい、あれはまだちなみに85年なんだけど、あの6年7年ぐらい、あ、まあ、後に90年代がまあ一番こう多分流行ってた番組なんだけどね、あれで高円寺の流行ってない大衆食堂をそのヘビーメーターの力で盛り上げるっつって、はい、で X がそう、八代食堂の中でライブするんだよね、はいはいはい、食えよとかってチャーハン食ってるお客さんの横で食えよとかってトシがガンガン叫んでてみたいな中で、であれのそこのライブ店内のライブの時にヒデが X で初めてライブするんだよね、はい、そうそうそう、ヒデのデビュー戦なんだね、八代食堂、あれ多分 YouTube とかに上がってる、はいはい、あそこにいるんですね、あのヒデさんが、そうそう、そう、なるほど、あれがデビュー、なるほど、うん、そう、カレー手でもやりたいなってね、それ俺も考えてるんだよねカレー手でやって、ね、やっちゃいたいなって、やる、火吹きながらね、はい、100% ばあちゃんに殺されるそうだね、あ、一回じゃあ前にさ、前回俺、はい、宣伝をすごいすっ飛ばしてたから、はいはいはい、あれっすね、うまくできなかった、まあ、ちょっと簡単に1分、はいはい、2分、近藤さんにして、そう、ね、まああれかな、ちょっと近づけた方がいいですかね、いや、いいや、大丈夫ですか、うん、はい、まあ、アンパンマンの劇版とか、はい、新入歌とか、挿入歌か、挿入歌とかのを作ってる作曲家の近藤博明さんという人がいて、はい、まあ本当アンパンマンのね、はいはい、曲はもう大概この人が作って、こ、はいはい、の人が最近その YouTube チャンネル開設して、はいはいはい、その昭和歌謡を、はいはい、この思い出ロマンチカって人と、はい、まあ、コンちゃん、はいはい、で、まあ、裏話とかうんちく話を話すっていうことで、うん、はいはい、でね、まあ、今日さっき連絡取ったら、はい、息子さんと、はいはい、どうやら先週の金曜日に、はい、堤恭平の
特集をやってると、はい、で亡くなっちゃったじゃんね、はい、その堤恭平の特集を今日聞いてたんだよ昼休みに、はい、めちゃくちゃマニアックな話してて、はい、もう関係者だから話せるみたいな、多分おそらくウィキとかさ、それウェブ上で出てきないような裏話をすごい語ってて、めちゃくちゃ面白いから、まあ、昭和歌謡好きだったらぜひ見てみてほしい。何でしたっけページでね、ね、昭和歌謡うんちく談義っていう番組なんだけど、まあ、また貼っとくね、まあ、コメントとかに ね、 コメントね。ちなみにこれ15分20分ぐらいだもんで、すごいサクッと見れる感じで面白いって感じですね、って感じ で昭和歌謡もそうなんだけども、はい、俺ら本当今日90年代じゃんね、90年代でまず一番最初俺らが共通する90年代のあれって言ったらゴッツか、ゴッツ。あ、でも自分もゴッツも最近って言えば最近知ったもんで、そんなには一部部分的に知ってるんですけど、そんなに週3ほどがっつり分かんないですよね。ゴッツ、あ、マジですか。もうそろそろあの出来上がるんで持ってきます。いやいや持ってきますよ、ここ、はい、差し入れで、ね、そうっす。今日ちなみに今日1個だけ、1粒だけ真っ赤っかでもう食える状態のやつができて、1個だけとりあえずもう出たってこと、できたんですよね、1個だけ。めちゃくちゃ早いと思って、今度持ってきます、そう、なるほど。ごっつい感じもそうだし、なんかあの当時のさ、バラエティ番組がすげえ最強だったんだよね。なんか90年代で総じてこう過激だったりとか、なんかこうカオスしてる感じ、なんかいろんなポップと鬼畜みたいなのがすげえ共存してて、なんかすごいあの取り憑かれてんだよね、90年代カルチャーが勢いあったっすね、さっきの八代食堂のやつ。そう、また昭和と全然違うじゃん、あのなんか素人がすごいなんかこうカウンターっていうのは、なんつうの、あの反骨心みたいな、素人コギャルとかもそうだ、なんかそれもそうだし、そうファッションもそうだったんだよね、なんかね、ファッション、原宿あの当時はファッションだ、俺ファッションすごい好きだったんだけど、中学校時代かな、原宿だと個性派っていうジャンルのキーワードのファッションがね、すごいドメスティックブランドって、その国内のデザイナーが本当ね、海外のブランドのごとく作った、なんかこうすごいあのセンス、なんていうのかな、かっこいい服のブランドがあって、まあ見せた方がいいな、ファッションですよね。あの原宿でも裏原宿系っていうのと、そうでなくてその原宿の個性派っていうのと2大二分化されてたんだよね、ファッションがね、で見えねえかもしれないけど、まあ、こんな感じだったり、こうなんかね、女の人が鼻ピーしてたりとかって、今じゃさ、あのシノラーとかなんとかいろいろあったじゃない、ああいうのの走りか、キャリーバミコミさんとか、ああいうのとか、この時代のあれよりも前、キャリーとかがまだ生まれてないかもしれないけど、そのぐらいの時代に原宿で起きてたムーブメントがあって、みんななんかねファッション学校みたいなの通ってた、こっちが、その原宿でこう歩いてんだけどすげえ派手な格好して、その当時フルーツっていうファッションスナップ雑誌が出るんだよね。で今でこそさ、インスタグラムとかでこう自分のファッションとかこう立ってって写せるけど、当時はそういうのなかったもんで、こういう雑誌でその人のファッションを見るみたいな、でそのちっちゃいコメント欄のところにさ、何のブランドを着てるみたいな、そういうファッション専門のね、フルーツっていう雑誌があった、原宿の歩いてる人だけを写す、これがすごい熱くて、まあもう今雑誌とかってあんま売れないじゃん、だからまあ廃刊し休刊したんだけど、でもこのフルーツっていう雑誌はインスタグラムで一応ページ持ってて、昔のページを全部インスタで上げてる、すごいおかしな格好、収集はいっぱいいて面白い、ファッションも本当ね90年代って面白かったんだ、まあ、ちなみにあれだね、90年代に流行ったデニス・ロッドマン T シャツ、これナイキから出してるんだけど、これがそう、これがあのこれをモチーフにしてオマージュして
はい、自分のじいちゃんの、はい、そうね、新ロックマン T シャツ作ったんだね、はい、そう、はい、カレーテとナイキの共同開発、そうですね、はい、じいちゃん、はい、じいちゃんね、じいちゃんです、これがオリジナル、じいちゃん、じいちゃん、そう、今じいちゃん今ちょっと入院しちゃったんですよ、そうそうそう、突っ転んでね、酒飲みすぎてね、酒飲みすぎて面接しそうなおじいちゃん、ね、そうですね、いいよね、はい、髪の色がいいよね、髪の色がロットマンだよね、はい、そう、これここだと緑色になってるんですけどね、300円、もうちょっと欲しいですけどね、はい、あれ300円で、あれ源さん限定です、源さん限定、はい、3000円かけて作って300円で売っちゃったっすね、そう、そう、いや、カレー亭のおばちゃんもたまに刺身とかを出してくれるんですけど、値段、まあ、そのスーパーで買った状態でそのまま出されるもんで値段見ると450円とか書いてあるんですよ。で最後会計の時に刺身いくらだったとか言って250円とか言うんですよ。はい、そう。そうなんだ。いや大丈夫なんですかね。大丈夫ですよ。うん。ばあちゃんなら。いやそんなカレー店もさ、最近俺が行くとお帰りって言ってくれるようになって、あ、ちょっとワンランク上がったから。そうですね、うん。常連度が。そうだね。常連見習いからだんだん常連にね、なりかけて。家族ですね、もうねえ。ねえ、なんかあれだね、90年さ、あのミツがすごいですね、バック・トゥ・ザ・フューチャー、はいはい、あれもさ、まあ1、2は80年代なんだけど、はい、3、まあ、完結が分かんないけど、はい、3は90年じゃん、はい、ああ放送っていうか、うん、上映が、そうそうそう、はいはい、前回もなんかちらっとバック・トゥ・ザ・フューチャーの話したけど、はいはい、なんかこう3でのならではのなんか話みたいなのがない3、うん、あれはやっぱなんですかね、やっぱデロリアンが、うん、デザインがちょっとタイヤが変わっちゃうんですよね、古く、あ、自分があんまり好みじゃない、そう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 、あの1、2のデザインが超好きなんですけど、うん、といっても今となってはあれも味があって好きなんですけど、うんうん、当時はダッサいなと思って、なんだよと、そう思ったんですけどね、うん、でもあれなんですね、最後帰るときに、うん、あの過去に行っちゃうもんで、うん、その車を走らせる燃料のガソリンがないもんで、うんうんうん、何で走らせるかっつったら、あの列車、列車を後ろにつけて、うん、このデロリアンを線路の上に乗せて、うん、で列車で後ろから押すっていう方法を取るんですけど、うんうん、その時のデロリアンがまたかっこいいんですよね、押し掛けみたいな感じだよね、押し掛け、うん、はい、バカかっこいいんですよね、あ、最近あれじゃん、俺もカレー亭で3つの席をチラッと見たらさ、デロリアン飾ってあったの、はい、あ、そう、置いちゃいましたカレー亭、あれなんどうしても持ってたの、もともと持ってたっすね、あれ、あ、そうなんだ、はい、やっぱあれカレー亭に置くべきだなと思って、あれ大キャストじゃん、90年代ですよ、フィギュアもさ、またすごい流行っちゃう、あ、おお、ここにもデロリアンあるね、そうそう、さすがなんですよね、へえ、さすが青木さん、全て分かって、これは青木さんのなんですか、あ、カレー亭にさ、もう本当なんつうの、原寸のさ、行きたいっすね、ね、それを置きたいんだよね、駐車場に、そう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 、何号でしょう、これは2号っすね、あの 2のやつですね、あ、後ろのちょびちょび違うんだ、若干違うっすね、うん、えー、後ろにそのなんていうんですか、そう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 、目印になって、燃料を作る、なんかゴミを燃料にする機械があるんですけど、うん、それがついてるのが2です、あ、はい、3つはちなみにどれが一番ワンなのよ、いやー難しいとこですけどね、ワンがやっぱ渋いっすね、うーん、ね、デロリアン乗ったことあるよ俺、マジっすか、ニュージーランドの博物館に置いてあるんですよ、いいっすね、俺らも本当だったらな、その4月だっけ、35周年の展示されるはずだったんですよ、しかも知ってました、そう、4月のイベント再上映するっていうデロリアンをじゃないじゃん、バックトゥザフューチャーを、しかも俺はどうやら知らないねえ、あったんですよそういうイベントが、うん、コロナで本当、ね、中止になっちゃって、うん、すげえ盛り上がってたんだよなギフはい痛い
でも本当バックトゥあ、デロリアンがさカレー店に普通に駐車場に止まってたらおもろいな、頭から。そうですね、そう普通に止まってて、ちなみに自分の車勝手にデロリアン号って名前つけちゃって、名前だけな、はい、本当のデロリアンがそこに止まってたらさ、あ誰が中で飲んでんのみたいな過去なのか未来なのか、その人がいつかやりたいですね、ね、うん、夢ですね、ね、うん、まあで動かなくなったから帰れねえからもう枯れて寝泊まりみたいな、ミツがいつも布団貸してやるみたいな。いいっすね、めっちゃお客さん来そうっすね、デロリアンあったら来るだろうな、でも席ねえけんな、何じゃありゃっめっちゃ有名になっちゃうっすよ。あれも90年ってさ、あとミツがさ一番なんだ90年の中で影響を受けたというか見てたアニメってある？いやもうスパッと出てくるね、やっぱドラゴンボール、ドラゴンボールね、やっぱドラゴンボールですよ、あれはもう俺もさ、俺の好きなのもドラゴンボールじゃないんだけど、この、はい、あ俺らで話す、はいはいはい、ドラゴンクエスト、まあ、これも鳥山明が書いてて、はいはい、あれなんだよね、ドラクエ3がもう出てて当時、うん、であの4が出る、はい、そろそろ、はいはい、その時の番宣っつうのが番宣じゃねえな、あの何て言ったらいいんだろう、はい、アベル伝説、ね、そうそうそう、4が出るもんでそれの番宣のために作った あれらしいんだけど、そうなんすね、そうアニメらしいんだけど、思いのほか俺3も4も実はやったことなくて、あのファミコン買ってくれなかったんだよね、家がね、厳しいっすね、そう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 、それでドラクエをこう体感するにはもうこのアニメしかないっていうことで、はい、はいはい、そうこのヤナクってちなみに密にバカにけんじゃんこの亀仙人キャラなんだけど、はい、でこれはブルマね、はいはいはい、そうそう第あれっすよ14回の時このヤナク的な感じで来るはずだったんですよね、最初ね、だけどブラジル代表のサポーターになっちゃった、そうそう、あれでブブゼラとか持ってきたらめっちゃおもろかったけどな、杖じゃなくてそうですね、ドラクエね、ドラクエでこれあれじゃんね、はい、そのこのプロデューサーさんに、はい、ミッツがさ、はい、前あの鳥山明のなんか裏話、はいはいはい、聞いたって、はい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 、ちょっとなんか居酒屋で話してくれたんでしょ、はい、それなどんな感じなんだったのか、ああ一回ちょっとちらっと話しちゃったんですけどここで、うん、なんか鳥山明さん の, あの絵のうまさの秘訣っていうか、うん、なんであんなに絵がうまくなったかっていうのを教えてもらいましたね、うん、それは なんでだったの、でも結局あの鳥山明さんがすげえもう貧乏で、うん、物を、ね、同じように買ってもらえなくて、うん、でもどうしても欲しいもんで、うん、あのおもちゃ屋さんとかでこのガラスケース越しにずっと見て、うん、で覚えてその覚えたのを打ち返って絵で描くっていうのをずっと繰り返したらしいんですよ。ああ、それやったらもう自分で何 そういうのをなんて言うんだろう、そのもともとあるキャラクターだったりとかっていうのを自分でまた描き直してそうそう、なんか車のなんかラジコンとか欲しいってなったら、うん、ラジコンをひたすらずっと見て、うん、でこう車をうちで描いたりする、うん、なもんであんなで車が細部までなんか上手に描けるっていう、うん、そうすごいもうちっちゃい頃から修行してたんですね、自然に。そうだよね、精神と時の部屋で、はい、そうなんかそう、その話出してくれたんですけど、うん、自分もしょうもないもんで、うん、シューさんになんかその大徳さんに聞きたいことあったらなんか聞きなって言われてたのに、うん、あそういうこと言われてたのに、うん、なんかいざ大徳さんを前にして、うん、その話、さっきの今の鳥山明さんの話をしてもらう前に、うん、大徳さんになんかドラゴンボールはなんであんなにヒットしたんだと思うって聞かれたんです、うんうんうん、自分はもういや面白いからと思いますしょうもないしょうもない解消しいやそれは当たり前でしょみたいな言われちゃってだからなんでそんな面白いのかを言ってんだよみたいな怒られてんじゃんめっちゃ怒られちゃったまあでもなんだろうな、なんだと思う、そう本当に今を改めて考えると、それもなんであんなにヒットした、うろ覚えというかそれも聞かせてもらって、あそうなんだ、はい、じゃ今度また聞こう、またはい今度そうダベル伝説俺ほんとハマって、はい、音楽もさその五代五五代五のあの、はいはい、キーボードの人がやってんだね、そうでもその
はい、杉山浩一の作ったドラクエ用の曲っていうのも結構アレンジして作ったりしてて、うん、本当にリアルドラゴンクエストなんだよね、はいはい、ゲームやってるみたいな感じ。言ってましたね。そう、普通のアニメじゃなくて、そうでゲームをやってる感じ。そうで、なんかドラゴン、鳥山明のドラゴンボールの時とタッチが微妙に違うんだよ。なんかちょっとオリジナルっていうのがその当時のソル、はいはいはい、スタンスだったのか分かんないけど若干違う。そう、パッと見ればドラゴンボールって分かるけど、よく見るとなんかちょっとアレンジがあって、そう、それもまた好きで。でもただね、やっぱさ、なんていうの、キャラみたいなのがさ、はい、まあ、ウーロンみたいなやつとかさ、カメ仙人みたいなやつ、ブルマみたいなやつ、父みたいなやつとか、ベースはあるんだよね。そうそうそう、同じような。父で思い出したけど、はい、ミツの初恋の相手がドラゴンボールの父だ。そうなんですよ、言ってたよな、はい、あれは困りました。じゃなかったんだな、はい、ほんとね、どうしたもんかって悶絶してましたね。それいくつの時よ。あれ酔ってた、分かる前じゃないですかね、もうあんなに父に惚れてたの、はい、あんな母ちゃんの父じゃなくて、じゃね、いや切なかったっすね、あれは、うん、どうしたもんかと思って布団にくるまってもう悶絶してましたずっとうおーっつってあのうおーが、多分あのうおーがたまりすぎて、小学校の時うおうお、そうそう、小学校1年生の時毎日会うたんびうおーっつってスーパーサイヤ人になりかけてて、そうですね、喋る言葉それしかなかった。そうそう、スーパーサイヤ人にいつもなりかけてた ね、はい、やっと慣れたっす今ヨシキなのかトシなのか本当わかんねえから、ね、あれ、あ、もうじきあれか、中川さんもうちょっと、うん、もうちょっと、あ、そうだね、全然なんか、ね、でもドラゴンボールの話とバックトゥザフューチャーの話、ちょっとミツの聞いてみたかったんだよ。あ、何気にこうミツ意外と話してくれたんだけど、はい、ドラゴンボールね、じゃあミツ、はい、中川さんのあれしてもいいな。え、あ、話やりますか、うん、はい、まだおなじみの、そう、まあ、前回もなんかこう、はい、しつこくいきましょう。前回ムービー出したんだっけ、あの、そうですね、スクミズ着てたやつ、スクミズ出しましたね。そう、まあ、スクミズ大好きな中川克文っていう、はい、まあ、役者の卵なんですけど、はい、もう毎回しつこくね言ってるんだけど、はい、あのすごい面白いんで、はい、面白いんですけど、そのスクミズのね、とりあえず四字熟語っていう、あ、あの短編映画というか、はい、がすごい面白くて、まあ、毎回いつもさ、しびれちゃうのコメント欄に一応貼り付けてはいるんだよね。だから本当になんか ちょっとでも暇な時があったら、15分ぐらいの短編なんで、はい、まあ見てもらえると、はい、今彼タクシーの運転手やってるんだけど東京で、はい、全然仕事ないみたいでそうで、ちょっと前にマンション買っちゃったとか言ってるもんで、あ、ヒーヒーしててまあ、少しでも再生回数伸ばしてあげてください。そうですねって感じかな、はい、ちょうど変態の、まあ、今年も多分ね、はい、あのカレーテー来るよ。あ、マジですか。うん、1月1日ぜひご覧くださいませ。うん、まあ90年代でね、今日はね。そうですね、まあ、はい、ちょびちょび90年代テーマにやっていきたいね。そうですね、うん、第1弾ということで。そうそう、まあ、まだ何も打ち合わせしてないから。そうですね、次はちゃんと打ち合わせしよう。そうですね、酒飲まず、はい、酒飲んじゃうとダメなんだよね。あ、今日だって打ち合わせしたの さっきの3分ぐらいじゃん。そうですね、ということで、じゃあ、第26回今夜もしびれ切らしちゃうでしたよっありがとうございます、はい、ありがとうございます。あ、どうもありがとうございます。続きまして、終わっちゃいました。終わっちゃいました。どうも、なんだっけ、なんか出るんですか。すいません、そうだっけ、チャミのトークパラダイス、自分がちょっと出させてもらいますはい、引き続き引き続きお楽しみくださいませ。イエーイ。